俺はアントン。新年度を迎えてますます我が校のレベルを上げていこうと考えております。つきましては今年度から学年ごとにテストの平均点が一番高かったクラスにはクラス全員に食事券1万円分をプレゼントすることにしました。もちろん私のポケットマネーからです。おーすげえ、校長の自腹だってよ。心して勉学に励みたまえよ。俺は三井優作、教師になりたての23歳だ。俺にとって初めてのクラス担任、緊張するけどやるしかない。よし、今年度このクラスの担任になった三井優作だ。精一杯頑張るからよろしくな。あと今朝の朝礼でも言われたように学校を挙げて成績のレベルアップを図っていこうと思う。校長先生からの食事券ゲットできるように頑張ろう。はい。ふと教室の隅を見ると堂々と居眠りをしている生徒を見つけた。ん？なんだあいつ、寝てんのか。ちょっと居眠りしてると。隣の女子が俺の目を気にして声をかけた。近寄るんじゃねえ、怪我するぞ。なんだなんだ、寝言か。夢の中まで喧嘩してんのかな、こわ。どうやらあの寝ている生徒はみんなから怖がられているようだった。一筋縄ではいかないな。悪いな、荷物持ってもらっちゃって。いいんです、先生のお役に立てるならどんなことでもご用命ください。ありがとう。俺はさっき寝ていた生徒のことを聞いてみた。そういえばさっき寝てたジンって言ったっけ、あいつはどんなやつなんだ。俺がジンの話を聞くと委員長の顔が険しくなった。あいつはいつも学校で寝ている不良ですよ。いつもテストでは点数が低くて5教科で50点いくかどうか、だからいつもあいつのせいでクラスの平均点が低いんですよ。そうなのか。委員長はまだまだ言い足りなさそうだった。委員長、もしかしてあいつに不満溜まってんのか。今年僕たちは受験生ですよ。だから僕は委員長の責任としてクラスの平均点を上げなきゃいけないんです。でもあいつさっきの寝言聞きましたよね。おう、きっと夜中に喧嘩しまくってるから昼間あんなに寝てるんですよ。ブーブー文句を言っている委員長だったが、これはジン本人から事情を聞いた方がいいかもしれないな。ジン、いい加減起きなさいよ。ああ。ほら、お弁当、もうお昼だよ。まったくもう、よくあの不良に話しかけられるわね。怖くないの？でも結構傷だらけだし、喧嘩でできた傷なんじゃ。うん、ジンとは幼馴染だから平気よ。あれは白峰メイか。ジンのことメイに聞いたら何か分かりそうだな。メイ、ちょっといいか。え？その時急に強い風が吹いてきた。お、見えてしまった。あ、見てないぞ。見えちゃったけど。いやー、行っちゃった。疲れた、もう最悪。でも先生は悪くないよね。後で謝らなきゃ。はあ、ジン、今日も行くの？やめときなよ、体壊しちゃうよ。お前には関係ないだろう。俺は行かなきゃいけないんだよ、どうしても。数日が経ち、今年度初の中間テストの結果発表。テストの返却は以上だ。結果はそれぞれ自分を褒めるなり反省するなりあると思うけど、次につなげられるようにするんだぞ。今回もなかなかだ。そしてお楽しみのお食事券だが、このクラスの平均点は残念ながら最下位だった。マジかよ、狙ってたのに。何？そんな。お前見せてみろ。4点、8点、5点、9点、1点。貴様、絶対に貴様のせいだ。クラスに迷惑をかけてどういうつもりだ。まあ委員長、ジンだけのせいじゃないぞ。俺は委員長をなだめようとしたが、なかなか興奮は収まらなかった。んだよ、うるせえな。ふん、そうやって威圧的にすればいいと思いやがって。そんな一桁の点数を取っているやつは社会でも通用しないんだぞ。チッ。ジンは面倒くさそうに教室から出ていった。まったく、あいつのせいで食事券どころかクラスのまとまりもなくなる。ああ、癒しが欲しい。やっぱり僕には心のオアシスが必要だ。うおー、新しいグッズがたくさん入っている。おお、やっぱりこのフィギュア、あの名場面のシーンだ。あれ、委員長殿ではないですか。おお、これはこれはアレックス殿。
今期のグッズもすごいラインナップっすね。やはりアレックス殿もそう思いますか。このフォルム、このディテール、やはりこのキャラにはこの角度ですね。あれはあの不良もマホマニ好きってことなのか。これはこれは面白いことになりましたよ。次の日、おい貴様、寝てばかりでやる気がないのか。ああ、ちゃんだよ、またお前かよ、いちいち起こすな。また寝やがった。そうか、なら仕方ないな。校長先生、僕は見たんです。うちのクラスのアラヤがマホマに、いや、おもちゃ屋で少女用のおもちゃを万引きしていました。おお、それで？アラヤは喧嘩が絶えないという話もあります。しかも先日寝言でも危険なことを言っていましたし、何よりあの傷だらけの手、あれは喧嘩をしていて人を殴りまくっている証拠です。わかりました、今後の処分は考えておきます。はい、お願いします。あんな不良より委員長の僕の話を信じてくれるに違いない。見てろよ。早朝4時過ぎ。よし、今日の資料はまとまったぞ。俺は今日の授業に間に合わせるためいつもより早く起きて仕事をしていた。そろそろ新聞届いてるかな。まだ薄暗い朝方4時、玄関のドアを開くとちょうど新聞配達の人が届けてくれたところだった。ご苦労様です。って、お前は。ねえ、やばくない？やっぱ悪いことしてたってこと？やめなよ、何も本当のことはわからないじゃん。一体どうしたって言うのよ。その日俺が教室に入ると教室内が何やらざわざわしていた。いつものようにジンが眠そうな顔でじっと座っているのをみんなが遠巻きに見ている。はい、お前ら席につけ、朝のホームルームを始めるぞ。俺がそう声をかけると一人の生徒が手を挙げた。先生、ジンはどうなるんですか？え、どうなるって。そうか、もう知れ渡っているんだな。おそらく委員長がクラス中にもう触れ回っていたんだろう。はあ、そうか、もうみんな話を聞いていたのか。先生もさっき校長から話を聞いてきたよ。先生、もちろん退学ですよね。クラスの平均点を下げて喧嘩三昧、しかもあんな趣味まで持ってるんですもんね。違うんだ委員長。え、何が違うって言うんですか？お前は何も分かってない。俺はふうと一息ついた。定額処分が決まったよ。え、マジで？その言葉にクラス中がざわめいた。退学ではなく定額ですか？僕はてっきりあの不良は退学かと思っていましたがね。学校側でそう決めたなら致し方ないですね。うんうんとうなずきながら納得している様子の委員長に俺は大きな間違いを訂正してやった。何か勘違いしているようだが、凛じゃなくて委員長、定額はお前のことだ。クラス全体が驚きの声でいっぱいになった。な、何かの間違いじゃないですか？いや、間違いじゃないよ。クラスメイトであるジンの出まかせを言って濡れ衣を着せようとしたお前を定額処分にすると決まったんだ。ひどい、なんでそんなことを。いくら平均点が下がったからってそこまで。待ってください、僕は見たんだ、本当に見たんだ。そいつはマホマニショップでフィギュアやグッズをまじまじと見てたんだ。こいつはそういう趣味を持ってるんだぞ。ぜいぜい息を切らしながら暴露する委員長に周りは引いたようだった。つうか、なんでその店に委員長がいたんだよ。確かに。クラス中がまたざわざわし始めた。それはそのマホマニ好きとか似合わねえ。話は今日の早朝に遡る。今朝うちに新聞を届けに来た配達員はなんとジンだったのだ。お前新聞配達してるからあんなにいつも眠そうなのか。そうです。事情を聞くと、ジンの両親は3年前に事故で亡くなっており、現在は5歳の妹と2人で暮らしているという。学校から帰ったら妹の世話に家事。朝は早朝から新聞配達をしていて寝る暇がなく、仕方なく学校で寝ているということだったのだ。ジン、自分の口から説明してみろ。こういう時はちゃんと言わなきゃダメだ。はい、妹は体が弱くて医者にも行かなくてはならないので、金もかかるんです。そうか。大変なんだな。だから昨日は治療を頑張っている妹のために好きなアニメのおもちゃを買ってあげてたんです。もちろんちゃんとお金を払って買った。俺は万引きなんてしてない。そうだよ、ジンはいつも頑張ってるんだよ。メイには時々妹の世話を頼んだりしているからありがたいと思ってる。夜工事現場のバイトもしてるから体を壊したりするんじゃないかってちょっと心配だけど。そんな事情を初めて知ったクラスメイトはみんなびっくりしていた。
ごめんね、勝手に怖がったりして。俺もごめん、誤解してたみたいだ。妹のためにマホマニグッズも買ってあげてたなんて超いいお兄ちゃんじゃん。するとクラスメイトたちはじろりと委員長をにらみつけた。僕も誤解していたみたいだよ。その後委員長には3ヶ月の停学処分が下った。ジンの妹の世話や家事をクラスメイトや俺も手伝うようになり、一人で抱え込まなくなったことでジンは空いた時間で勉強をメイに教えてもらうようになった。そしてジンはもともと中学時代はトップクラスの成績だったのもあり、ぐんぐん成績が伸びた。クラスの平均点は学年1位となり、見事うちのクラスは校長からの食事券1万円をゲット。新しいクラス初めてみんなで勝ち取った勲章だ。この食事券を使う日を俺は今から楽しみにしている。今日も見てくれてありがとう。君が見てくれて俺は嬉しいぞ。あ、アントンさん、チャンネル登録もうしました？おう、もちろんだ。さすが。みんなもチャンネル登録と高評価よろしくね。